こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとは、トレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本を気にさせてもらい、部屋についてあるライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は誠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ誠さんについて自己紹介をお願いします。はい、普段は都内のアトリエ事務所に勤めておりまして、仕事は建築の設計をしています。休日はそれこそ建築ですとか、あとはアート分野の展覧会を見に行ったり、それから友達とスナップ写真を撮って陣の制作とかも行ったりしています。本日はよろしくお願いします。お願いします。というわけで、今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りで言うと、ここはどんな間取りになってますか？ここは一応 2K になってまして、で友人とルームシェアをしているので、それぞれだいたい 7.5 畳ぐらいの個室があって、まあ、そこをちょっとメインに使っているという感じです、はい、ということで、まあ、ご自身で設計された家具とか、はい、そうです、そういうのもあったりすると思うので、はい、そのあたりのこだわり、はい、いろいろお話をお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。では早速こちらの、まあ、メインの自室、はい、紹介をしていただきたいなと思います。はいはい、ということで、こちらの自室のこだわったポイントからお尋ねしたいんですが、はい、どんなところにこだわりましたか？はい、先ほどもお話ししたんですけど、こちらの間取りが 2K なので、 LD とかの共有で使えるスペースがこの家になくて、なので、まあ、自分の部屋もちょっと顧問的に使ってほしいっていうところで、この、まあ、ドア開いたところの近くにダイニングテーブルを設けています。で、あとはまあ全体的に部屋が広く見えるように、背の高いものはあまり置かないようにしていて、まあ、こういった低めのスツールとかそういったもので、椅子とかだと背があって結構窮屈に見えてしまうので、そこで空間を広く見せたりだとか、あとはこのアルミのブラインドとか、あと屋外にあるちょっとオリーブがあるんですけど、そういうものの反射を生かして、あまり日当たりが良くないんですけど、室内をちょっと明るくしようというふうに計画してます。はい、ということで、じゃあちょっとここから詳しいお話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあまずこちらのダイニングスペースからお尋ねしていきたいなと思います。はい、じゃあこの手前にあるスツールについてちょっとお尋ねしたいんですけど、はいはい、これはD&デパートメントで買った図工椅子なんですけど、だいたい5000円とか、まあ、それぐらいの価格だったと思います。これはヴィンテージとかですか？そうですね、もともと使われてたもので、結構低めなんですけど、まあ、この天板に合わせて割と低いものを選んだりしました。で、向かい側にももう一脚スツールというかあるんですよね。はい、ちょっと、まあ、あまりそんなにお金もないんですけど、本物一脚欲しいなってことで、こちらの剣持勇の秋田木工のスタッキングスツールですね。で、まあ、このラタン張りが割とこう清潔感ありつつ、まあ、ちょっと和の要素もあっていいかなというふうに、はい、結構購入しました。はい、どうですか座り心地は？あ、これすごくやっぱいいですね。なんかこう本とか置いても様になるので、なんかまあこうなんか作品集とかこう置いたりして、確かにたまにこう読んだりする。座らなくてもいいですよね。そうですね、こうちょっとベッドに座ったりとか、こうする時にも使ったりしてます。はい、分かりました。あとはじゃあちょっとこちらのダイニングテーブルの話をお尋ねしたいなと思うんですけど、はい、こちらの天板かなり変わったこうデザインです ね。これは自分で作ったんですけど、まあ、ラワン合板の 24mm ぐらいのものを、エマーフっていうサービスがあって、自分でモデリングしたり、まあ、イラレとかで描いた図面とかを切り出してくれるサービスがあって、それで制作しました。まあ、こういうところの端とかもフィレットというか面取りとかもしていただいて、だいたいこっちの天板も合わせてトータル5万ぐらいですかね。はい、すごい仕上げも綺麗ですよ ね。はい、あとはまあちょっとこの3人ぐらいここを囲めればいいかなっていうところで、このちょっと曲線とかはこう人が3人配置できるような形で作りました。はい、どうですか使ってみて、使い心地というか。そうですね、まあなんかもう少しこうしておけばみたいなことがやっぱりあったりしますけど、でもまあだんだん愛着も湧いてきて、はいはいはい、楽しく使ってます。で、このダイニングテーブルにこう入るような、なんだろう、本棚がこれ
構入るような設計にしたんですか。そうですね、もともと大学の時とかから使ってるニトリのすごい安い本棚なんですけど、あの1個1000円ぐらいの、うん、で本とか結構増えるので、まあ、あまり予算かけれないというところで、こう一応ちょっと机よりは低い高さになってたので、それよりちょっとかさ上げして上の部分だけさっきの山奥で作りました。はい、なるほどね。ちょっと本の話はね、また後ほどちょっとお伺いできればなと思います。はいはい、あとはじゃあダイニングテーブル上にある、はい、照明だったりとか植物の、はい、についてちょっとお話をお伺いできればなと思います。はい、こちら照明はIKEA の割と安めの確か4000円ぐらいだったと思うんですけど、なのでちょっとここが全体的に暗くなっちゃってたので、まあ1棟ここに追加したのと、隣のこれはサボテンじゃなくてなんかホワイトゴーストっていう多肉植物らしいんですけど、ちょっと可愛かったのでこれはソルソで買って、下のこっちの鉢は二子玉川のプロトリーフっていう割と大規模な植物屋さんがあるんですけど、結構安くて多分1500円とかかなり愛用してます。はいはいはい、わかりました。あとはじゃあこの上にあるポスターについても、はいはい、あポスターとか写真ですか。そうですね、写真のポスターですね。はい、毎年東京都の現代美術館でやってる東京アートブックフェアっていう、はい、イベントで、今年は毎年なんか特集が組まれてるんですけど、今年は確か去年かなは北欧の特集だったので、ここは多分スウェーデンかそっちの方だと思うんですけどのアーティストさんが撮られたポスターで、うんうんうん、割と自分の部屋こう、まあ、シンプルなところなので、部屋にちょっと彩りをポスターとかで入れようかなと思って、このオレンジが可愛かったので購入しました。わ、うんうん、かりました。はい、あとはじゃあちょっとお隣に移動をして、はいはい、まあ、こちらの本棚のまあスペース、はい、雑貨とかもいろいろありますが、はい、まずじゃあこの上の、はい、これはまず壁付けで、これは棚をかけた。あ、そうですね、これは無印良品で売ってる投げ石で、結構そんなに穴が開かないので、縦とかで埋めたりすればあんまり目立たなくなるんですけど、うんうん、そこにちょっと自分の好きなものとか並べたりしてますね。うん、こっちの真ん中のポストカードはさっきと同じアートブックフェアとかジンフェスで購入したものです。うんうん、はい、結構じゃあご自身で、まあ、冒頭でもお話したけど、そうですね、ジンとかはこれは中学からの友達とちょっと一晩の飲み会みたいなのを1枚のフォトブックにまとめてジンフェスで売ったりしてて、はいはい、あとちょっとこれまだ作ってる途中なんですけど、まあ、エッセイ集みたいなのを、うん、今回リソグラフに挑戦してみて、うんうん、ちょっとこう折り本みたいなこういう一枚あるんですけど、これをこう折っていくとこの一冊のこういう本になるみたいな、うんうんうん、でそれをこう短編集的にちょっと販売しようかなと思って今作ってます。はい、ジンはどれぐらいのペースでこう作ってらっしゃるんですか。まあ結構年一とかですかね。友達とかは結構もっと作ってたりしますけど、なんかジンフェスみたいなのが開催されるときに作るっていう感じですね。うんうんうん、ありがとうございます。はい、あとはじゃあまたこの下のお話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあ左側からこのピンク色のフラワーベースですかね。はい、これはどちらで購入されたアイテムですか。これは幡ヶ谷にあるユージェネラルストアっていうところで購入したもので、うん、割と軽くて使いやすいっていうのと確か6000円とか割と安かったので、で、まあ、これをちょっと購入してこの天板もまあ、ちょっと作ってみたっていう、なんかそうなのかなって気がちょっとしました。そうですね、ちょっとインスピレーションを受けて作りました。はいはい、うん、でそのお隣がスピーカーですかね。はい、はい、まあ、ちょっと帰った時に音楽とか聞きたいので、まあ、こういう木彫に合うような小さいスピーカーであったのがこのビクターのものですね。うん、これも1万5000円ぐらいの割と安めの商品だったと思います。うんうん、はい、ちなみに音楽は普段どういったジャンルの音楽を聴かれるんですか。そうですね、でも東京
ってからはなんか J ヒップホップとか好きなので、それこそまあ最近の人ですけど、あのビム君とか、はいはい、キッドフレシノとかは好きでよく聞いてますね。はい、わかりました、はい、あとはじゃあそのお隣、はい、ここに今香り系のアイテムが2点ほどありますが、はいはい、ちょっと順番に教えていただいてもよろしいですか。あんまり普段香水つけないんですけど、まあたまのなんかあの日にとか休みの日にイソップのこのヒュイルっていうのを使ったりとか、うん、あとこれはあの幡ヶ谷のブルペンにある、うん、まあルームスプレーですね、これもよく使ってます、はい、これいい香りですよね。そうですね、ちょっと気分を上げたい時とか使ったりします、うんうん、はい、で、まあ、先ほどあのご自身で制作されたという話があった本棚、はい、まあ、ここに本がたくさんありますが、はい、結構本は普段からたくさん読まれるんですか。そうですね、文字の本はあんまり読まないんですけど、やっぱり建築系の雑誌とかがいっぱいありますね。まあ、ここら辺は建築系の人だと結構みんな持ってるような、うん、あの新建築とか持ってたり、うん、作品集がこの辺りにあったりとか、あとまあポパイとかカサブルタスとかもあったりします、うん、はい、なんかこう今、まあ、こちらのダイニングテーブルの方も合わせて、はい、お気に入りの本とか、はい、そういったものがあればちょっと数冊、はい、お話紹介していただきたいなと思うんですが、はい、何かありますか。最近ちょっと買った本なんですけど、この東京都道場島っていう芥川賞を今年取った作品なんですけど、ザハ・ハディドが新国立競技場を建てた世界線の東京の話になってて、まあ、それだけがメインテーマじゃないんですけど、割とその現代社会とのなんていうのかな、なんか関わり方みたいなのが物語として結構美しく書かれているのが面白くて、結構建築系以外の人にもおすすめの一冊です、うんうん、はい、あとはそっちにあるんですけど、はいはい、一番好きな学生時代から建築家があのサナーのお二人で、うん、今年ようやくこの読本っていうのが定期的に出てるんですけど、まあ、今までの過去作品を振り返りながらこういう建築のインタビューを受けるみたいなのが10年ぶりに発売されて、もうこれはあの即買いで即買いでした、読み込みました、はいはい、もうこれの前のやつとかは本当に大学の政治室で夜な夜な読んでたので、もう結構こう年季が入っているの、はいはい、でまあちょっとこの10年間でいろいろ社会も変わってきたなっていうのをこういうの読んで感じたりしてます、うん、はい、あるとすれば自分がちょっとあの設計を担当させていただいた作品が、こういう神社の、まあ、あのちょっとこうお札とかを販売したり、こう、まあ、あの拝観する前に休む場所の建築になってるんですけど、まあ、結構新建築ってみんな乗りたいような雑誌なので、ここに自分が携われた作品が載せられたのはすごく光栄だなと思いました、うんうんうん、はい、普段誠さんはどういったこう建築物を設計されることが多いんですか。はい、そうですね、まあ、割と多岐にわたってると思いますけど、僕が担当しているのは割と小さめの物件で、うん、割とこういろんな人に使われるような建築なので、うん、その建った後とかもさっきの施設とかも定期的に見に行ったりして使われている様子を見ると、あ、頑張ってよかったなっていう感じになります。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はい、続いて作業スペースお話をお伺いしていきたいなと思います、はい、まずじゃあこちら作業スペース、普段お仕事は。そうですね、基本的に仕事は全部事務所でするので、うん、この部屋全体は自分が落ち着けるスペースとして、まあ、設計しているので、基本的に仕事のものとかはあんまり置かないようにしてます、うんうんうん、はい、ちょっと順番に家具のお話も聞いていきたいんですけど、はい、じゃあまずこちらの、ワークデスクとワークチェアからお聞きしたいんですが、はいはい、どちらで購入したいですか。デスクは無印良品で、割とこう大きめのやつを選定して、こっち の, あの、まあ、椅子の方はセブンチェアの一応リプロダクトなので、まあ、両方そんな合わせてもそんなに高くないですね、うん、はい、まあ、ちょっとこういう基本的にこう動かない、あの下にキャスターとかついてなかったりとか、あとはちょっとこう固めの椅子の方が自分は落ち着くので、うん、あのまあ、中学校高校とかのあの椅子みたいなのに結構慣れてきたので、こういう椅子にしてます、はい、
意外と固めの椅子の方が集中力が持続したりしますよ ね、はい、なんかふわふわしちゃうとすごいこう気持ち悪くなっちゃうのでちょっとわかります。そう、固めの方が僕は好きですね、はい、僕も同じです。あとはじゃあちょっとデスク上か、はい、ちょっとした小物とかですかね。小物系もありますが、とこれはさっき言ってたジンフェスで購入したものなんですけど、隣のブースの方がこういうちょっと石膏を使った犬の着物とかを作ってらっしゃって、でそれでちょっと可愛くて購入しました。なんかこのちょっと走って耳がこうピヨってなってる感じ。あ、本当だ、走ってピヨってなった、はい、設計した建築なんですけど、礼拝堂の賞を取った時に多分1000個限定とかで作って、これは996っていうナンバリングされてますね。非売品なのでこれは結構レアだと思います。レアものです、はい、これはなんかオブジェとしてこう作られた。そうですね、これは多分ペーパーウェイトだと思うんですけど、まあ、ここにちょっと置いて建築っぽさを出してます、はい、隣の植物は基本的にここの植物は全部ふるさと納税で頼んだものなので、毎年年末になると増えてくるっていうそういうちょっと節約術を使ってたりします。なるほどね、はい、それでそっか、植物とかも今、ね、そうなんですよね。結構いろんな自治体がやってて、最初はこれぐらいだったんですけど結構成長して全体的にでかくなってきました。だから最近ふるさと納税って家具とかもそうですね、なんかやったりしますよね、はい、そっか、入りました。とラグなんですけど、ラグは九段下にあるパシフィックコレクティブスだったかな、で、はい、2万か3万ぐらいのラグが結構置いてあって、あと雑貨とかもあったりして、これ去年の自分のクリスマスプレゼントで買いました、うんうん、これもすごくグラフィカルですね。そうですね、ちょっとこのなんか幾何学的な模様が建築っぽくて、はい、この家具とかともあって、うんうんうん、あとまあここにちょっと赤い色があるとこう全体的にアクセントな感じになるかなと思って置いてます、うん、確かにこれあるのとないのとだと、そうですね、全然雰囲気変わりそうですもんね、うん、やっぱあったかい感じがするので結構好きですね、うんうんうん、はい、あとはじゃあこちらの隣の方に移ろうかなと思うんですけど、はい、こちらじゃあまず上から、はい、奥にはちっちゃい、これはカレンダーですか、はい、そうですね、これ日めくりカレンダーで、幡ヶ谷のパドラーズコーヒーの日めくりカレンダーなんですけど、毎年出してらっしゃって、で全部書き下ろしなんですよね。今日は一応逆立ちの日らしいんですけどまあちょっとこういうのがあると一日楽しく、はいはい、始まれるかなってことで購入しました、うんうん、そうです、書き下ろしだと結構お値段も、そうですね、確か 7,8,000 円ぐらいはしたような気がします、うんうん、はい、あとはこのお隣にこれもポスターですかね、はい、そうですね、はい、ゴルフガング・テルマンスっていう有名なドイツの写真家なんですけど、ここ多分ルイジアナって書いてるのがデンマークのルイジアナ美術館でやった時のポスターだと、まあ多分おそらくそう思うんですけど、自分も行ったことがあって、結構こう海の前に面している素敵な美術館で、たまたま行った時に近くの海岸で、まあ、こういうちょっとこうなんていうかな、青年たちがビーチバレーしてたりしてて、その時の様子がすごくなんか印象に残ってて、あ、こんな素敵な風景が地球上にあるんだなって思った時の思い出がこうまさにポスターになったみたいなものを見つけたので購入しました、うん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 、で、まあ、このポスターに照明を今、はい、当ててらっしゃいますか、はい、そうですね、もともとここになんかレールがあって取れなかったので、まあ、ちょっと有効活用するかってことで、あ、はい、前の家にあった照明をそのままかけて、一応ちょっとこの照明がカレンダーにあったようにして、うん、全体消してもここだけちょっと常夜灯みたいな感じで使ったりします、はい、これどちらの照明なんですか。あ、これは IKEA ですね、へー、はい、照明は全体的に安く済ませました、うんうんうん、あとはじゃあちょっと下の方に移ろうかなと思うんですけど、はい、ここら辺はちょっとあんまり見せれないようなものとか、まあ、ティッシュ の, 在庫とかはここに入れたりして、あとちょっとここにこう奥の方にコンセントあるんですけど、いつもこう寝ながら充電とかしたり iPad 見たりするので、ちょっとこういうまとめたりして隠すために有効利用したりしてますね、はいはい、
この収納してるボックス、はい、これはどちらのやつですか？これはバンカーズボックスのもので、前の家が収納がほぼなくて、なのでもうこれに全部収納入れてたので、うん、結構これが10個ぐらいあるのであのちょっと今の、収納に入りきらないからここに置いたりしてます、うんはい、ちょうどこう寝るときになんか物とか置けていいなっていう感じですね。高さもちょうどいいですね。そうですね、はい、うんうん、あとは、はい、スツール、そうですね、これもさっきと同じディアノデパートメントで買ったスツールで、こっちの方がちょっとこれは多分図工椅子じゃないんですけど、ちょっと上がこうすぼまってる形で結構可愛いので、うんうんうん、人が来た時とかはこれ使って座ったりしてますね、はい、そう、椅子三脚あるけど全然こう、そうですね、スペースを取ってる感じはしないですね、うんうんうん、確かに。あとは結構この植物とかの鉢、はいはい、プラントポットとかはこれはまたどっか特定のお店で購入されてたりするんですか？そうですね、さっき の多肉植物と同じなんですけど、これもプロトリーフっていうところで購入して、割と鉢が安いんですね。3000円とかぐらいだった気がします。一応そこで揃えて、ここだけ確かこれはソルソだった気がするんですけど、うん、結構じゃあ普段はその2つのお店でチェックされることが多いですか？そうですね、はい、トーンとしてはちょっと抑えめにして白と黒で統一してます、うん、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、あとはこちらのブラインドについてお尋ねしたいんですけど、はい、結構こう遠くから見ててもこれ色がちょっと不思議な、そうですね、色です。これ何色？ネットで調べて購入したんですけど、これ多分なんかチタン色みたいな、一応アルミのブラインドなんですけど、オーダーできるやつで20種ぐらい多分種類はあったんですけど、突っ張り式で立てれるやつで、うん、割とこの開口が大きいので幅が 1.6 縦2メートルぐらい、うん、そこでオーダーしたらうまいことはまったので、やっぱりちょっとこう反射して中が明るくなるので、若干閉めてても中明るくなったりとか、ちょっとこう調整して室内の雰囲気変えたりしてますね、うんうんうん、はい、この色とアルミをなんか選んだ理由というか、はい、そうですね、まあ、ちょっとさっきのサナーじゃないですけど、割とこう風景が映り込むような、こういうちょっとなんていうのかな、アルミ色っていうのは自分も好きなので、それで選びました、はい、あとはまあちょっとこのベッドの色とかと合わせようかなと思って。そっか、はい、確かにちょっとグレーっぽいファブリックですもん ね、こちらも、はい、グレーは割とこう目立たなくて落ち着いたトーンで部屋に置けるので、メインじゃないものはグレーにしてます、うん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 、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、続いて誠さんのファッションについてお尋ねしていきたいなと思います、はい、洋服はお好きですか？そうですね、それなりに好きです、はい、普段なんか洋服着用される時のこだわり、はい、なんかサイズ感とか質感とかそうですね、まあ、ちょっと割と、まあ、体型が若干隠れるぐらいのオーバーサイズとか、うん、あとは何だろうな、メリハリをつけれるような服を選んだりしてます、うんうん、はい、なんか具体的にこうよくチェックするブランドとかセレクトショップとかあったりするんですか？そうですね、あんまり特定のブランドで買い物はしないんですけど、池尻両橋にあるアンダーザさんっていうお店がありまして、そこはサロンと併設している古着屋さんなんですけど、うん、そこでもう大体服は揃えたりとか、今日のカットとかもそこで仕上げていただいたりしているので、すごく店員の方もフレンドリーな感じで一押しのお店です、はい、じゃあちょっと、はい、今回は洋服の、はい、お気に入りの洋服とかをねちょっとセレクトしていただいたの で、ね、ちょっと紹介をしていただいてもよろしいですか？はい、これはスウェットなんですけど、ちょっとここにこう緑のボーダーが入ってて、で、まあ、さっき言ったみたいに首元も結構締まってるので、うん、でまあ、この袖先とか下の裾とかもちょっと絞ってる感じが可愛いなと思って、ツートーンの後ろも可愛くてこれちょっと買っちゃいました、はい、これもアンダーザさんで買いました？あ、そうですね、これもアンダーザさんで買いました、うんうん、割と結構お得というかあんまり高くないので、うん、そこの面も気に入ってますね、はい、でちょっとやっぱ緑とか青系が好きなので、これはすごい丈が短いんですけど、
ここの袖の膨れが結構大きくて、なんで自分の、まあ、体型にも合ってて、ちょっと高めのパンツとか履くと、まあ、打ち合わせの時とかも、まあ、フォーマルに若干見える時もあるかなっていう感じ、はいはい、こっちもスウェットですね、まあ、ちょっとこういうボーダーが入ってるのが好きなのかもしれないですねボーダーとこうちょっとトレーナーっぽい、そうですね、感じのものがお好きなんですか。こういうのが好きですね、はいはいはい、じゃあちょっとせっかくなんで、あとは今日のスタイリングといいますか、はい、上から下までちょっと簡単にまた紹介していただきたいと思うんです、はいはい、まあ、もう全部これもアンダーザサンの購入したんですけど、はい、まあ、ちょっとあったかく見えるようなあの暖色の合わせで購入したいなと思って、でコーデュロイのパンツ持ってなかったのでそこで初めて購入したものですね、うんうん、で上のセーターも、まあ、ちょっとこうなんだろう、まあ抽象的な柄があって落ち着いてていいかなと思って、うんうん、まあ、仕事の時とかもこんな感じですね、はい、うんうん、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、続いてエマースで、はい、設計されたダイニングテーブルとか、あとこの本棚の天板についてちょっといろいろ話をお伺いできるということで聞きたいんですけど、はいはい、これはまず今 PC 上に映ってるのは、はい、これご自宅のモデリングからですか？そうですね、まあ、かなり簡易なんですけど、あの自分が持ってる家具のデータとかちょっと若干簡易的にモデリングして、で寸法とかも測って、このグレーのところが今元々置いてた家具で作ってますね。で、そこにどういう感じの曲線でこう来ると人が3人座れるかなとかをモデリングして、うん、この赤の部分が今回作ったものになります、うん、はい、こういうちょっとこうひだひだとかもあのプログラム組んでこのピッチを変えたりとか、はい、なんか若干調整して作りました。うん、はい、もう本当にほとんどなんだろう誤差なく、そうですね、エマーフではかん、うん、あ、仕上がってきたんですか？はい、もうなんか、あ、こんな感じだよねみたいな感じですごいですね、はい、やっぱりこうパソコンの中にあるものがそのままこうできる感じですね、うんうん、はい、これ制作時間、まあ、考えた時間とかも含めて大体どれぐらいで作られたんですか？はい、そうですね、まあ、ちょっとこう紙に印刷してモックアップとかも作ったので、まあ、1週間ぐらいだと思いますね、空き時間にちょこちょこっと作る感じで。じゃあ結構丁寧に考えて、はい、そうですね、作られたんですね、はい、あのプラグインがあるんですけど、それを入れてあの書き出すとこういうあの、まあ、制作風景とかを実際に CG で起こしてくれてどれぐらいこれで加工時間がかかるかとかも算出してくれて、で見積もりも出るみたいな、かなり面白い、なんかあのちょっとこう実際作んなくてもどれぐらいで作れるのかなっていうのをちょっとこう算出するのにも結構いいかもしれない、ね、確かにこれシミュレーションするだけでも楽しいです、ね、すごい楽しいですね、はい、こんなに見やすいんですね、はい、サイトも。分かりました、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで誠さんの記憶的ルーム撮影させていただきました、はい、最後にじゃあ誠さんの方から何かお知らせだったり告知したいものがあれば、はい、していただければなと思います、はい、ちょっと細々とインスタをやっているので、まあ、そこでたまにあのさっき説明したジンの出店情報とかも載せたりするので、まあ、よければ覗いてみてください、はいはい、ということで気になる方はぜひ誠さんのインスタグラムチェックしていただければなと思います、はいはい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは誠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。